第33期縦断戦ベスト 16A 択実況の小倉翔です。解説は第13期縦断員佐々木誠が務めます。佐々木プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは早速対局の準備ができたようです。見てまいりましょう。第33期縦断戦ベスト 16A 択、はい、4回戦同敗の開始です。はい、今4回戦の最初のサイコロが振られています。この4回戦は、はい、まずはトンチャに藤崎、ナンチャに黒木、シャーチャに瀬戸熊、ペイチャにアラという並びで東海が開始しています。トン一局のドラは9層、なんとこれまで3回戦藤崎3連勝というところで、さすがに1人もう決まったかなというような、残すところ2回戦ですが、まあ、何からかわからないとはいえという展開ですが、佐々木さん、まあ普通決まるよね。そうですか、ね、だからまあ、うん、早いところのスッタンとかね、はい、うん、そういうのがない限りは、うん、変わりようがないね。ましてや藤崎ですからね、もうそんなぐいぐいこうなったところで、あのもう展望を守るのは得意中の得意でしょうし、そうね、守らなくても勝てるぐらいの点差まで来てますかね。うん、でも最近調子今日悪いんじゃないの？お、悪い。だってトップって慣れてないじゃん。まだまだ。確かにあの今ちょっとリーグ戦の方ではそうなんだよ。この間奇跡のトップ取ったのにね、初トップだったのに。あの4節目にしてようやく今季の初トップ来たなんて話だったんですけど、今回は 100% ですよ。うん、さあここで第1局ドラは急走ですが、瀬戸熊イーマンのアンカンをします。はい、画面の下に、トータルポイントは3回戦までの出てますが、藤崎プラス 87.1 ポイントと、トータル2着がマイナス 19.9 ポイントと、もう本当に、ね、100離れてるからね。そうですね、残り1つの席をこの3人が誰が取るかっていう戦いになってますよね。まあ、見方はそうよね今ね。うん、なんか暗冠の争いじゃなくて他の瀬戸君、そうなっちゃいました。移行してきてますけど、さあこちらもしかし3暗行数暗行まで見たい手配になってますが、うん、道を見てるよね。うん、一歩下がりはもうね、そうですよね、この大きいからね、うん、3人のもう一つの席の争いから、うん、だいぶ飛躍してなければ、まして今さっきあのトイトイさんこう報酬したとこだから、ね、あれ本当に、うん、やられたらやり返すぐらい1トンずれてると数万個でしたからね。まあ、だから報酬の方が積もられるよりはだいぶ良かったっていう見方もありますかね。まあ、そうだけどね、うん、もちろん手痛い報酬になりましたが、うん、藤崎は二刺しの三色の石判定。アラの手配、こちらも石判定です。ヤマンはつもぎり、今切ったところでしたね。ヤマンってドラじゃない？ドラは急須です。違うか、はい、あ、こっちのね、アンカンの配備じゃったね。今代表じゃないよ、間違えた。ダブルドラって、そうやね。フリーじゃないもんね。フリーじゃないです。はい、あのドラは増えないルールでやっております。でもこういうのもやっぱり何十万かかってるじゃダメなんだよね。うん、本当にあの、うん、安くてもいいからスッと転板ないとね。はい、うん。そうするとなんか上がるような感じがするんだけど、うん、何十万かかってるやつってのはあんまりいい感触がないよね。さあ黒木はここで何数層、うん、数層、まあ薄着がでもあれだよね、数層2枚やってるんだ、すごいね。うん、僕だとやっぱ数層かな、この逆転し行くのには急須引きたいなと思うから。そうですね、まあ、選択があるところでしたが、黒木の選択したのは薄着でした。あら、ローソーを積もってきた。悪くはないよね、だから、うん、掃除屋の方が頭になればね。はい、うん、なんか猛連チャンしたいと言ってるのかな。
さあここで関数マン引き入れて転売になりました。老僧とシャーのシャンポン待ち、つもり3アンコウのリーチを打っていきます。瀬戸熊フレザープレイス違うんでしょ今。そうですね、うん、お引きましたね。はい、誰かが来たら行かないってことだね、うん、そういうことはね。あの数値はね、先に先制リーチったらなんか嫌がらせに見えるよね、うん、そうですね、そうそうそうですねってことはないですけど、リーチ目指しますとかね、うん、さあシャーとローソーですが、ローソーはもうありません。シャーが場に1枚切れている、うん、あららら、らもったいないね、うん、さあリーチを受けて黒木はドラを切っていったところでしたね、積もりましたね。そうですね、おお、シャーツも上がりとなりました、うん、ここは瀬戸熊にも上がりとなります。あれ、数上がりって言うとあれだね、3600引き上がったね、うん、そうですね、まっすぐいってればそういう曲でした、うん、ここは、瀬戸熊の上がりとなります。リチツも、3ランコーシャー2400の上がり、うーん、黒木ここは勝負どころと踏んで、うん、だからあと1回半チャンあるけど、はい、勝負どころっていうのはもう手前にあるんだよね、うん、うん、だから手前で失敗したらあのカバーする曲はまだいっぱいあるわけだから、はい、うん、最後の最後でやっぱり勝負っていうのはやっぱりね、一応県内でも条件がきつくなるよね。はい、ここはしかし親の親は黒木に変わります。トーン2曲ドラマでやんぞ。昨日手配順から切っていく。黒木は4統一ですが今も切っていきます。先難を重ねてチースを切っていきます。黒木は8の統一が3つありますね。これでチー統一のいいシャンテ。一本にしていきます。え、チートイツ？あ、うん、トイトイもあるよね。トイトイもありますね。はい、一本ではないですね。はい、縦系の手配にしていく。うん、そうだね。はい。さあ、瀬戸熊もトイツが増えてきた。三蔵を引き入れます。こちらもちゃんた系の手配伸びてきてます。うん、おお、9万を引きました。これでいいシャンテン。特馬ローピンつもぎりとします。チート1のイシャンテンになっています。あら、カンチーピンを引き入れて転敗ですが、
まり嬉しくないね。そうですね、嬉しいとか言いたんだけど、はい、だ9ピンを切ってるので、ね、はい、うん、もう今のつもりとしましたね、うん、まあ、いい場面2枚出てるんだね。そうですね、だから強いの、はい、ちゃんとのペン三角手ってことか。お、ここで、アラが仕掛けていく。はい、タンヤオに役割になりましたね。3万が危なくなってたね、黒木プロは、ね、そうですね。あ、コテンパイ、うん、これ3万切るますよ ね、 よね、はい、これは藤崎への報酬となります、はい、ちゃんたドラ1 2000点流れですね。さあ、瀬戸熊の親番ドン三脚、ドラはペイです。さあ、瀬戸熊のハイパイがピンズだらけですが、ピンズだらけ、あ、ね、だらけでもないですね、まあ、いやこんだけあればね、十分よね、うん、ここはペンちゃんのマンズのパーツを払っていきます。9万から、はい、まあ、G1 行ったらどうするんだろうね。パワン切るのかね、ウーワン切るのかね。ああそうですね、うん、そこもあれウーワンあるからね、パワンからでもよかったよね、思うけどね。うーん、ウーワンがなければ9万からで、はい、G1 引いたら振り点 OK だけど。さあ、こちらもウーソンにローソワークついてダメンダーツができます。関数マンを引き入れます。リーチを打っていく、ね、気持ちよくリーチを打ったという印象でしょうか、うん、ヤンピン待ち、メンタンピンのリーチです。これヤンピン引いて、まあ、積もると元気いっぱいになるよね。元気いっぱいになりますか、うん、うん、まあ、ここいやこれだけ点数持ってるところだからね、うん、黒木はやっぱり対アラさんで考えてるからね、はい、うん、うん、これ引くのは大きいよね。そうですね、で黒木そこそこ戦いたい手配だったんですが、カンジャンピンのターツを嫌ったところにジャンピンを持ってきてしまうと、このジャンピンは瀬戸熊への当たり配です。ただもうリーチを受けて戦わない可能性はありますが、ただもう切る配に、ただ配はなるもんね。そうなんですよね、はい、順目が早すぎるので情報が少ないです。ドラはペイだし、はい、ね、スチャーソーとかスーワンとか引いてくるとリャンピンは出ても、そうですね、もう自己都合で、まあ、スーワンの場合は E1 だろうけどね。うん、今ウーマンも通りましたんで現物はあります。うん、ダウンウーピンの残り枚数はダウンピンが2枚ウーピンが2枚です。残り4枚がもう十分すぎるね。そうですね、うん、この状況は荒さは厳しいもんね。荒さはやっぱり上がられたくはないし、上がられたくないですね、うん、上がられると次はもうトップでなきゃ間に合わないもんになっちゃうからね。これはドラが重なったから、はい、ヤンピンが出ていく可能性も高いね。そうですね、でハイが戦える形になってくると、うん、まあ、切ってるから、そうですね、まあ、売れてるのがちゃうんだけど、ドラが来るとまた別物だからね。それまでにないか、現物がいっぱい出てくればいいけどね、うん、現物はないし、うん、うん、パーピンか、そうですね、ちょっと、うん、
受けるに受ける方がないからね。パーティーに行くのはな、うん、ここだと、うん、ローマン上がりた、マンズはなしと。しかしここはツモ上がりとなりました、うん、ウーピンを積もってメンタンピンツモ2600オールの上がり。はい、この上がりは大きいですね。リードを広げていきます。お母さん元気なくなっていいやろそうですね。さあ、そして今の流れで 45,800 点のトップ目に立った瀬戸熊親の連チャンとなります。トーン3局1本馬、ドラは小さです。これ3回戦ってか、これ開始前、これ4回戦だっけ。はい、4回戦ですね、うん、開始前に、うん、アルさんと10ポイントだから今祖典で約2万点、はい、だから約40ポイントね離れてるってことだから、う、ね、はい、うん、まあ40以上離れてるってことだからね、うん。ああ、ここの曲はみんなハイパイが良さそうですね。佐渡熊もこの手配、そしてアラも2メンツ完成しています。こちらもまずまずですね。そして動きもまずまず、まあ、その前提としてここはもう必ず受け終わらせなくちゃいけないっていうのを思ってたろうから、はい、うん、まあ、受けでなくてもマイナスの小さいね2着とかね、はい、そういうところだよね、はい、そうでないともう最後の1回だけで食わさないからね。そうですよね、うん、瀬戸君はこれでまたリーチして引くようなことになると、うんうん、もう本当になんかどのくらいリードができるのってことだからね。そうですね、うん、また瀬戸君はそういう麻雀だから、なるほど、積もって積もって1回ごとに1万点離れていくから、うん。そしてこの手配になってます。ドラを引いてきたところ、これはどういう選択を取っていくか、もう素直にというか、え、そうなの、縦系の手配は見ずにという選択になりましたね。いや縦系見ないだろうけど、あ、そっか、あと僕だと3ピンだけどな。3ピンでした、うん、あ、そうか、9ピンがなくなるよね、うん、うん、そうだね、3ピンはないよね。あとあれか、スーピン切りもあったのか。そうですね、選択肢としては、ね、うん、まあ、そういうところはこういうのはなかなかミスんないからね、うん、うん、やっぱりほら面前慣れてるから、僕のがあんまり面前慣れてないからさ、うん、さあここで一旦仮点だね、仮点の数万短期か三品短期か、三品短期か、はい、3ピンを切って数万短期にしていきます。やっぱりピンが2枚出てるからだ、そういうことかな。さあここでアウピンになって、うん、やめて、このダムピンではリーチは選択しなかったということですね、うん、まだ想像の引きがあるってことだろうね、うん、じゃあそのね、うん、ラフィー引いた、あ、リーチ行きましたね、イースチーピン、うん、だいぶイースチーピン場に切れてますけど、うん、チーピン3枚、まあ、ピンズの伸びはいいってことなんだろうけど、うん、どうかな、厳しいよね、チーピンなくなります。これハイがいる、いないかもしれないよね。今でも、今1ピンがなくなって、E ピンもここに今来たんです。E ピンがない、数ピンが。E ピンもないです。数ピンもないです。数ピンもない。あ、もうこれなくなりましたね。だね、はい。引けないってこと。だから向かってくる人がいるかいないかってだけだね。まあ、藤崎プロは向かってこないし。原さんがどのぐらいの手かいはね。はい。ああ、これは原さん向かってくるね。次上がられたらもう、ダメと思ってるからね。タロさんはそれで向かってくると思うよ。うん、だからタロさんが上がるか、なんか流局するか、はい、ということかな。あと黒木くんが
手が入ってる。飛車点は飛車点だけど、まあ途中難しい選択が何度もあったように見えた瀬戸熊の手牌でしたが、どっかでまた違う選択をしていればまた展開も変わっていたかなという局でしたが、位置をかけた時点では2枚山に残っていたんですが、すぐに積もぎられた1ピンと続いていましたね。1ピン、まあ両ピンで言っても順からなすだよね。確かにね、両ピンも空手だから現時今の時点でね、はい、ここでパーマのアンカーを入れます。黒木原さんの反撃があるかないかよね。そうですね、反撃ないんだ、もう崩したんだね、すぐに崩したんだ、はい、ああそう、じゃあこれは流局ってことだ。そうですね、黒君がサブロピンするそう、はい、もう山には、フリテンリーチの瀬戸熊の待ち合いは残ってませんので、このまま流局となる可能性が濃厚と、ね、あとはクレック君がテンパるかどうか。そうですね、ね、チューンは比較的切りやすいからね、はい、お、テンパしましたね。テンパしたね。サブロピン待ち、頑張りました。はい、ここは最後のつもりでなんとかテンパを入れた黒木、そしてリーチを打った瀬戸熊、2人テンパでの実況となります。まあ途中いろんな選択がある中で、最終的には自身で2枚来ている、フリテンのリーチを打った瀬戸熊でしたが、自身のつもやまにははいはいませんでした。しかし親は連チャンしています。この3局2本場ドラはローピンです。自分でも分かったんじゃない、リーチしてパシパシって切られて、はい、多分ないと。そうそう、向かってくれると怖いよね。そうですね、僕だったら絶対ハラスの伸びたらもう突っ込んでいくもんね。僕だったらね、もう上がられたら終わっちゃうと思うからね。なるほど、丸さんはほら懐あの広いからさまだ耐えられるけどね。なるほど、芸が達者だからさ、ね、でもああいう街はやっぱ難しいよね。中武家さん金か数案かって言うと、はい、中武家だとあそこは両面剣になる可能性が高いけど、はい、そういうのとカンちゃんとかねなる可能性も高いからね。そうですね、うん、ノベタン屋の形なども良しとするという意味での三品切りもありますし、うん、まあ本当に難しい選択だなと思いますけど、そういうのよくあるからね。もちろん数万にくっついて断面になるとか、ああいうの3色とかあると、はい、ああいう数万残しとかあるんだけど、はい、あんまりないと多分数万とか切っちゃうんだよね。ああなるほど、藤崎は4と1の手配。藤崎はもうあんまりゲームにかかっていかないでしょ。そうですね、だから手なりで入って上がれるものは上がりに行って、って無理はしないね。危険牌は打っていかないし、でも原さんはこれ仕掛けてもやっぱり親は外していかないとね。そういうところでやっぱり蹴って上がりに行かないと、親番持ってこないと勝負にならないからね、はい、好きにやらせるわけにいかないし、はい、
黒木はマンズを伸びている。マンズの本質まで持っていきたい手配か。ドラドラですね。瀬戸熊はドラドラのチャンスとなっています。これ瀬戸熊がここでまた上がるようだとさらに点差が広がって、うん、アラはかなり苦しい点差になります。面前できちっと作れてるからね、瀬戸熊はね。だから怖いよね、こういう時の瀬戸熊は本当怖いから。アラさんだから中ちゃんぱいでいい形には見えるけど、はい、出会いはいいように見えるんだけども実際いい形じゃないのよね。上がりには向きやすいけど補充もしやすい形だね。アラさんはなかなか補充しないけどさ、はい、うん、テンパさあ転敗しました。うっぱっそう待ちでリーチを追っていく。リーチピンフドラドラ打点十分のリーチです。上がるとこれはかなり新たな点差がまた開いていきます。4万からまで待つ待たないか。僕は待たないですね待てないです。まあピンピンの方が十分よね。そんな懐をあまり持ち合わせてないです僕は。こういうの積もると、うん、多分瀬戸くんうるさくなるよ。うるさくなります。うるさくなる本当よ。なんか白い棒がいっぱい出てくるからね、うん、白い棒何本ばってこういう感じになります。まあ確かにここはここに1枚これは食い取った形ですね。ローソー落ちしてウソのツモハイでしたが、ただこれアラがテンパった時にはどうするんですか。どうかね、うん、ただウソは危険は危険と思ってるからね、はい、ここにもパーソーが1枚、うん、アラさんはこういうパーソー打たないと思うよ。パーソーは、うん、確かにこういう牌を止めてる印象はありますよね。実際パーソーはまだあと1枚残っています。ウーソーがあと1枚かな、1枚ですね。ウーソーもパーソーまだ1枚ずつ山に残っています。しかしこれで結局となると原の仕掛け、はい、うん、まあそれでも原さんとしてはやっぱりあんまりいい感触ではないよね、うん、上がらないにしてもあの止めたにしてもね、はい、やっぱ当たり合いが来てるっていうかね、うん、上がりを阻止したっていうのは分かるだろうけど、はい、やっぱ体勢が違いすぎるっていうのね、うん、見えるよね。さあここで何を切るか考えます。あら、まあ補充はないからこれはね。どうぞパーピンですかね。パーピンを切っていく。うん、さあ残りいつもは瀬戸くんもあと1回。どうか、ああ積まれない。これは結果的にはアラの仕掛けで上がり牌を食い取ったという結果となりました、うん、まあ、これ積もっていたらもうだいぶ有利になっていたところでしたけど、うん、そうだね、はい、これダメだったそうですね、うん、それ結果言ってから言ったしょうがないよ ね、 うね、はい、うん、いや僕はとはね4万期待してあやめ点にして、うん、とりあえずね、まあ、5%でも荒からの直撃となるとだいぶ価値が高いですもんね、うん、もし仮に仕掛けていたとしても、いやでもあれよ、もう結果同じかもしれないよ、ダメでも、うん、ああそうですね、うん、そういうのはやっぱりしっかりしてるから、うん、母ちゃんはね。
さあ、それともさらに連チャンです。との3局、3本場、京卓のリジボは2本場に出ています。ドラは初です。マハルさんも手が入ってるの分かったから、もう本当に全力で蹴りに来なくちゃいけないとか、どうなのかな。さあ、藤崎が動いていく。ハクをポンします。藤崎はもう付き合うの嫌だって、連チャンに。そろそろいいでしょ。まあ、それはそうやね。まあ、自分はもうとりあえず安泰がどんどん親を蹴っていくっていうのがテーマだからね。ただ本当はあの仕掛けてなんか親を流しに行きたいってあれじゃないんだよね。うん、本当は他の3人がこうやり合ってくれて、はい、曲がどんどん進んでいくっていうのが理想的だけどね。まあ、とりあえずドラ表示牌の白2枚目だから、とりあえず仕掛けたっていう感覚ですか。でも守りの麻雀だから別に仕掛けなきゃ全部あるからね。まあそうですね。確かに。さあ、瀬戸くんも2万重なったところ、まあ、2万切っていきます。まあ、とりあえず役をつければあとは自在にできるからね。はい、まあ、報酬しないこともできるし、うん、仕掛けて上がりに向かって目先が来るってことはないから。うん、アラがドラの初を重ねました。黒木はチュン重ねます。4と1、カンパーマンを引き入れて1通も見えてきたところですが、ターツ選択、カニアピンのターツを嫌っていきます。さあ、アラが仕掛けていく。3万落ちしてイーシャンテン、手役は初か1通。6万が2枚出てるのだね。さすがに次の3万落ちしなかったですね。しないでしょ。さすがに、さすがにですね。まあ、あれをチーするのは古川さんと僕ぐらいはね。佐々木さんするんですか。いや、僕はこう気が向いたらなくから。その代わり青バックって考えないで、本質まで、本質までってことですね。でうん、だから借り点でってことだよね。まあ、うっかりハズが積もれたらラッキーぐらいの。そうそうそう、うん、古川さんは青を引きに行くからね、一生懸命。うん、そういうことだよね。さあ、黒木一度ずつのイシャンテンまで来ていますが、まあ、チーソーを切っていく。ここで、テンパイ、サブローマンのテンパイ、ローマンだけ上がれるテンパイになりました。ローマンは場に2枚切れていて、藤崎が1枚持っている、ね、はい、ここで藤崎1枚落ちしてカンチーソーの転敗。このアラのペンサマンの血ってどう見えますかね。ドラ持ってるっていうふうに見えるのか、状況的には安い手でもありえるのか、うん、だから両方ありえるよね。うん、だからドラ持ってても不思議ないし、うん、やっぱこれ連チャンを阻止っていうのが最大のテーマってことだよね。はい、うん、だからそれはもうみんな持ってるだろうからね。うんうん、さあ、黒木ダンズを積もってきたところで考えます。積もぎりっとします。ドラの初、ここは本一まで向かっていく。
黒キャッチドイツのイシャンテンでどこまで粘るかというところで、ここで中のドイツを切っていきます。原さんがね本質を持ってるからね、だからもう漫才止めていっちゃうけど、さあ原も急走はちょっと切りづらい、はい、ああスーマンを切っていく、ここもかなり考えています。原は先ほど一度テンパイを崩しています。現状テンパっているのは藤崎だけですね。僕も一度形式テンパ入れていましたが、初を掴んだところでイーシャンテンに戻しています。いいそう、原さんはちゃんとでテンパるとシャが出そうね。どうせとくんもテンパると、そうですね、シャをオープンして、うん、そうね、お電波しました、シャアが出た、これをそうですね、今言った通りになりましたね、うん、シャアをポンして初短期の電波、ではピンローソー、電波維持するかしもう外すかですが、ローピンを切って電波外していきます。ローソーもパソもちょっと切りづらい牌だったというところで、さあ相手牌ではピンです。結局となりました。まあドラが見えてないから ね、 そうですね、あれはおろそもパスも切らないで、はい、ロピンがいいね、うん、さあ瀬戸熊とアラ2人転敗で流局、瀬戸熊の親がなかなか終わりません。トーン3局4本場まで来ました。だからどうして曲がりたい瀬戸君とアラさんとどっちが先にあるかよね。うん、今瀬戸君がだいぶ有利だけど、はい、でもう一回上がると本当にだいぶ離れちゃう、うん、そういうことになるからね。うん、瀬戸君は今うまくドラを掴んでからも立ち回ってテンパイ取りましたね。黒川寛様の引きで回す手配は閉まっています。瀬戸君の手配はこちら、メンツが2つ完成している。ドラはローソー、カンパーピン引き入れたアラ、おっとドラを重ねます藤崎、黒木は初を重ねる、うん、2万つもぎり、二度受けの急所の部分、チーマンを引き入れて手配がぐっと締まります。あら、数ピンを切って形を決めていく、カンサンマンを引き入れた、これで形のいいイーシャンテン、テンパイか、テンパイスチーマン、さあここは先、うん、これはもうリーチだね、リーチ来ました、うん、リーチピンフドライチ、あらリーチ追っていく、いい加減その親をやめさせろと、そういった気合いが入ったでしょうか、はい、さあそしてリーチを受けても瀬戸熊、この手牌は戦いたい手牌ではないでしょうか。まあ、点数もいっぱい持ってたからボンぶつけにくいよね。そうですね、うん、黒木も戦いたい手配なんですよね。さあスッチーマンのリーチどうなるか、追いつけるか瀬戸くま、ウーソを引いて黒木、ああここでスーマンが出ていく、ね、これはアラへの報酬です。リーチピンフドラ13900は5100の上がり、
この宝珠で黒木さらに苦しくなってきます。ようやく長かった瀬戸熊の親が終わったと、終わらせたぞという感覚でしょうか、アラからすると。そして迎えたアラの親番、トン4曲となります。ドラはチュン、アラの親のハイパイ南から切っていきます。そして藤崎、黒木の手配、メンツが一つ、そして瀬戸熊、こちらもメンツが一つですね。ドラのチュンは、黒木と瀬戸熊の手配に1枚ずつ入っているという状況。を切っていく。数層積もったアラ、ここは E ピンを切っていきます。単ピンまで伸ばせればというところでしょうが、藤崎はリャンピンを積もってリャンマン切り。ドラのチューンを持ってるのが瀬戸君とクレックよね。そうですね、クレイ君は点数がないんで、これチューンはね重なるの必要だけど、瀬戸君は別に必要ないのよね。状況的には、状況的にはやっぱり親をどんどん蹴飛ばしていった方がいいんだから、はい、うん、いつまでもつかよね。切り時が一つの持てばいいってことじゃないからね、ポイントになってくる。アラの手に1枚チューンが来ました。自分の上がりがある程度見込めるってなったら瞬間に切った方がいいっていうことですか。そうだよね、例えばパーピンのがパッて切った時にはもう外してもね、順番できれば3ピンが先なんだろうけど、はい、うん、でも、ね、もしくはこれあれだね、最後の最後までだね、テンパるまで切らないってことだよね、もしくは誰かが切るまでというところですか。パーソー、ここで選択となりますか。ここは嘘と入れ替えただけ。あらはいいシャンテン、さあ手配が進んできます。ドラをどうするか。チッパ7、8、9の3色も見える。9ピンから切っていきます。9ピンからってことはチーピンが来たら払うってことはね、9ピン1枚出てるからね、はい、チーピンのお重ねの方が、まあ、見た目は重ね、ね、可能性高いってことだから、はい、まあ順単なら順単で、それでリーチで、OK ってことですね、さあここでチートイツテンパイの藤崎ローマン短期。さあカンチーマンを引き入れてアラがテンパイでアンウソ、ここは闇天に構えていきます。ドラが出てきた。このドラ切りを見てどう思うか。ここは黒木も合わせていく。瀬戸熊をとここは合わせたように見えるタイミングでイスソテンパイ、こちらもピンフのテンパイ、そしてここでウーマンとパーマンを入れ替えてリーチを打っていきます。あら、これは、周りのチューンの合わせ切りを見てのリーチということでよろしいでしょうか。そうだね、うん、でもイスソこれ現物になってるからね。そうなんですよね、瀬戸熊があれか、あしかしこれは、はい、アラへの宝珠、瀬戸熊も現物の町でテンパイしているところでアンドつもぎって2900の宝珠、これは仕方ないですね、直撃だと日給でも結構大きいですよね、まあでもほら、ね、こういう並びになってくるとウキウキで来ると、ね、はい、次回が面白いからね。そうですね、視聴者からすると、そういうこと、はい、やってる当人からすると、たまらない、いや、冷やすもんだけどねよかったなんてね、ぼっぱぐって言われたらないんだけど、そうですね、はい、日給でむしろよかった、日給ぐらいで助かりいいと思う、ドラがないとはいえ、全然ゴッパーとか1万1600とかありますからね、可能性は。さあ
親の連チャンとなりました。あら、トン4玉一本場、ドラはリャンゾーです。放送上分かりませんが、天下目から見るとちょっと一本歯が出てる、あ、今出ましたね、はい、出ました。さあ黒木の手牌も整っていますが、ここはパーピンどうするか、 G マンを切っていく、徳間の手牌、さあいいところを引きました。甘露ピンを引き入れて、で安面で安面の医者手に取るか、ドラはリャンゾー、嘘を切っていく、まあ3色を見るかドラ引きを見るかね、そうでしたね、はい、うん、これでこっちは3色だね、はい、四五一通か、はい、うん、イーシャンテンですね、イーシャンテン取らずをした、あ、イーシャンテンですね、さあそしてあら9万が3枚出てるからね、9ピン金もあるよね、うん、あーパワーからね、さあそして瀬戸熊が初を仕掛けていきます。で格好は若干苦しそうに見えますが、ここは想像の本一へ向けて、ドラ引きの方を見てるね、ハルさんは。うん、これは天敗ですが嬉しくない天敗、どうしましょう。リアンソー必勝、とりあえずとりあえずは、あ、リアンソードラか、うん、そうね、ウワンか、え、あ、リーチしましたね、ウソを切って関数も想像ありそうだよね、これね、見てリーチ捨て合いだけ見るとね、はい、手配どうなの、あ、ラスも結構あるな、うん、普通にあのそれ時点で風安切りっていうのもあったよね、はい、さあここで追いついた、あら追っかけで一応打っていきます、うん、イースーマン、イースーマン対関数マン、スーマンね、はい、黒木関数マンで思い切ったリーチを打っていきましたが、ここは親にすぐに追っかけリーチを食らってしまった、どうなるかというところ、うん、これで勝負だったね、うん、うん、やっぱりさっきのウソの時に U1 って今3番切りで勝負だろうな、ダブルスでね、うん、うん、やっぱ打点がもう必要な状況だからね、はい、数万は残り2枚ですか、うん、E 万が3枚、 E 万が3枚、数万が2枚、山に残っています。 E 数万対関数万という対決、普通は町が違っても掛けの方がやり有利だからね、うん、うん、そうでないと掛けの意味がないから、ね、まあそうですよね、うん、そう、ここにイーマンが1枚、これは瀬戸熊もきついという感じですかね、サブローソになっていればこの三蔵は捉えていた可能性はあります、まあ、捉えてもあんまり嬉しいあれじゃないけどね、でも親のあのに、まあ、リーチに対してってことだからね、はい、お、上がった、
はい、ここが黒木、つま上がりとなりました。リーチ、つも、ドラ1、千二千は千百、二千百の上がり。はい、ここで黒木、つも上がりとなりました。そして、難入となります。この4回戦、トンバが終了した時点では、瀬戸熊が45,800点のトップ目になっています。先着に31,300点、あらと。つけています。まあ、これ後半戦だからアラさんが浮くか浮かないかだね。はい、うん、瀬戸君もこれだけ持っちゃうとね。うん、瀬戸君の場合はガチンコ勝負があるから法順もあるけどね、うん、ただゲームの見どころでやっぱりアラさんが浮くか浮かないかが一番の焦点よね。うん、なるほど。うん、さあ、南三局ドラは9ピンですが、瀬戸熊の手牌にドラが統一で入っています。チャンス性黒木、今の積もってきたところで少し考えます。イソを切っていく。ちょっと熊ドラドラのチャンスでこれを上がればさらにリード、アラを突き放すというところですが、まあ瀬戸君の場合はもうリーチリーチだからね。うん、うん、真っ向勝負というところですね。はい、アラ9ピンをドラの9ピン切らないってことだから、まあローソーが、はい、今統一だけどもあれをね、だから瞬通に変えるってことだよね。うん、もう十分系になったね。そうですね、形は整ってきています。うん、こういうんで3,000〜6,000円とかやるとね、はい、丸さんガクッと落ちるんだよ。そうですね、どうしてさ、それはないだろうと。うん、さあ、ここでアラが動いていきます。スーソーポン、ソースの本質に向かっていくと、うん、これはもう何も流派ももう出ないからね。うん、あ、何はこれあるか、1枚ね。あ、出ましたね。何をポンしない、うん、しない、してますね、するでしょ、してますね、うん、びっくりしました。してます、うん、普通は出ないんだからさ、はい、ポンしてスーピン切り、うん、これでイシャンテン。まあ、藤崎はもう流派絶対出ないし、ヤンソーね、ヤンソーは握力もちもちだ。もう想像やってるってことはヤンソーは出ないから、あとウソがね、そうですね、ジャンゾーは黒木が統一で持っています。うん、このやつは出ないし、だからウソがどこ行くかね。あ、ここに1枚行きましたね。瀬戸君が入ると大変なことになるよ。はい、うん、これもう一応アラさんも勝負ってたから、そうですね、もう十分戦える手牌になってます。うん、これ両層切らないし流派切らないから、ほんとこれで、おー、天敗、ピンフドラドラ、高めで3色バピン、まあソーズの本一がいるからということですかね。まあ、そうだね、バピンは出るってことよね。うーん、へえ、ソーズは出ないけど、うん、そう、これウソ持ってきてパーソー切ってリーチってのはもう完璧になっちゃう。そうですね、これ仮にパーソーを持ってきた場合って、うん、ウソ、はい、嘘どうですか、ピンフイペイコードラドラになるんですけど、うん、出るんじゃないの、出ますよね、うん、となるとアラの嘘が泣ける可能性、泣けるけど、あってリアンソもリュハもないのよ。あ、ない、あ、そうか、リュハもない、ないんです、ね、リュハってはほら持ち星だ、ね、あ、そうだ、本当だ、絶対出ないとこ行ってるから、あ、じゃあもう厳しいんですね。そう、手配が変化しないと厳しい、うん、だからパス持ちで嘘を切った方が瀬戸君上がり目はもう硬いよね。そうですね、硬いっていうか、すごい高くなるよね。おっと、ドラ残ったけど、つもぎり、火のリーチなくてなんちゃってここで、断面変化しますが、とりあえずこういう黙ってぬせとく見たくない。そうですか、うん、やってやりづらいもんそんなはずじゃないでしょうと、うん、補充した時にちょっとリーチしてよと思うずるいよと。さあ、パーピンはしかしなかなか、いや、やばいよこれ、ね、もう、うん、相当いい街に見えますもんね。もう今にも上がりそうな、この、おっと、これは選択、
ウーマン切って6チッパの方にした方が良さそうですか。いや、うん、そうだね。ウーマン、あれ切らない。そうパーピン出てないからその方が嫌なんだ。うん、ドラが9ピンで、はい、だからそっちの方が使ってると思ってるけどね。さあ黒木もペアアンコになりましたが、なかなかパーピンが顔を見せません。しかしこれはまあウーピンツモなら3000-6000まである手、はい、ちょっと闇手に構えている瀬戸熊ですが、どうだ9万、なかなか原さんはピンチよね。そうですね、そうですね、うん、しかし今日は特に瀬戸熊の上がり牌が山に深いっていう展開が多く見えますね。でも原さんこういうのをパピン押しても打たないかもしれないね、もうこの状況。切る牌がね、そうなんですよね、切る牌がないんだよね、この形はね。おっとは小さ、どうしたウッパーピンといった感じですが、なかなか顔を出さない。どうだ3ピン、うん、瀬戸切りがあるのか。あ、ここにパーピンが来た、うん、あ、もう切らない、もう切らない、順目が深いからだ、うん、もっと早くに来てれば切っていた、うん、はい、もう黒木も切らない、うん、遅すぎる、まあ、ありがないと思ってるからね、深すぎたウッパーピン。そうそうそう、しかし積もった、高めの方、いらないんだと、出上がりは積もるんだという力強い積も、積もピンフ三色ドラドラ3000-6000だったらリーチしてくれる。いやー来ました、むしろ出さないでといったぐらいの結果になりましたね。さあ大きな上がり、これの上がりで瀬戸熊57800点、いやはやね、だからリーグ戦沈んでる方がいいでしょ、はい、中断戦って。いやなるほど、こういうところに来てくるわけですね、うん、不思議とそういう成績になってるよね。いやしかし素晴らしい上がりでしたね。最後までじっくりと闇天に構えて、もう周りはテンパイだと知っていてもそれでも関係ないと、うん、闇天だときっちり高めを積もりました。いい上がりを見ました。そして何曲、親は黒木、ドラはウーマンです。9ピンがアンコウ、黒木の手牌、ちょっと面白そうですね。国士も見えるか、九州かな、そうですね、はい。でも九州だけど地牌が少なすぎるね。あ、やはり地牌がたくさんある方が成就しやすいですか。地牌7種類あって、うん、やっぱり6種類ぐらいね、せめて5種類がないとね、はい、うん、そうじゃないとこうやってポンとか言われて、はい、もう一瞬でなくなっちゃうからね。うん、うん、だから国士行けるか行けないかは自敗の数よね、はい、何種じゃないからね。もっと早くも藤崎天杯貫禄を引き入れて、あっさりイースソマチの天杯ですね。ペドライチ着順の変わんない上がり、もういいんだっていうそういう顔してるよね。はい、さあこれでうまくドラが使えた形になります。おっと、しかし理想はそうですね、転廃していました。藤崎への宝珠ペイドラ12000点、そして、迎えた瀬戸熊の親番です。南3局、6万7三局7番迎えた時点で55800点と、この上ない点数になって親番迎えています。まあ、大事なのはこの上もそうだけど、この一局と次のオーラスやね、はい、原さんの親をどういうふうにできるか、はい、そうですね、うん、ドラは初、これ大体この状態で
決着つければ、はい、もう最後はね藤崎と瀬戸熊と2人で逃げっこだからね、はい、だからゲームマッシュはすごい速くなるからね。なるほど、うん、さあ瀬戸熊の出牌三蔵を切っていく。チーピンを手の中に残します。イマンをあんこにしたら、これはちゃんた系の手牌か。イーソーを切っていきます。瀬戸熊の手牌が進んでいく。マンズで一メンツ、手の中に二メンツ完成します。ロマンツもギリ、黒木は単野へ向かっていく。三色狙いだね。そうですね、うん、はフジサキ君は、はい、これはもう降りだね。うん、うん、手を作ってによって降りてるよね。もうこの曲に関しては自分が曲を、ま、回すというよりはもう守備一本でと、うん、遠いもんね、はい、でも仕掛けも入ったし、そうですね、対応の曲だよね。アラが9層をポンしています、うん、この仕掛けを受けて瀬戸熊がどういう出方をしていくかと。さあテンパイ、アラはカンパーピンのテンパイです。おっとドラを重ねた藤崎、リスクを背負わずしてテンパイにたどり着けそうなら、うん、おっといていってすぐ流れましたね、うん、パーピンを黒木が切って、うん、これはアラへの補充です。ちゃんと1300流れ、はい、迎えたこの4回戦のオーラス。アラはこの親で点数を加算して瀬戸熊を追い詰めたい、そういう曲です。このまま終わってしまうと最終戦アラからするとかなり苦しい戦いになってしまいます。まあでもこのまま終わりたいの2人ねいるからね。そうですね、うん、そのあたりがちょっと追いかける側に苦しく条件がのしかかることが多いこのトーナメントという対戦い。ドラはパーピン、さあアラチュンが統一の手配。ベーチャの瀬戸君はやっぱアラさん見てるしね。うん、で今トータル首位の藤崎プロ今ラス目だけど、はい、結局瀬戸君見てるわけじゃないからね。うん、あの3位のアラさん見てるからね。そうですね、うん。そういうことだからゲームはきつくなるよね。うん、レンちゃんもなかなか厳しいけど、上茶と下茶だもんね。はい。うん、数層を引いた黒木、ウーマンを切っていく。三蔵をあんこにします。瀬戸熊の手牌、ウーソーを重ねます。アラはここでチュンの統一に手をかけていく。タンヤオへと移行していきます。まあ、クレックはもう一通だね、うん、一通狙い、まあ、マンツモで2番手上がると、はい、うん、さあ瀬戸くんはチースを重ねてチートイツのイーシャンテンでもありますし、メンツ手もパーピンを切ればドラを切ればイーシャンテンですね。ドラを切っていきました。ここは打点ではなくこの親を終わらせることが最優先だと。そうだね、そういう選択でしょうか。ロソ引きも OK だしトイトイも OK だしと、ね、はい、チーマワンコにしたらこれでリャンメンリャンメンのイーシャンテン、そう簡単に逃がしてなるものかと、そういったところでしょうか。ら
転廃できるか。順が残ってしまいましたが、まあ手配借りってしょうがないね。さあ3万引いてリーチと行きます。タンヤオのテンパイスチーソー、タンヤオドライチ、これを上がれれば積もれれば3900オール、十分追い詰めていきます。さあスチーソー待ち、山2枚、そうですね、いやチーソー、そうですね、はい、チーソーが場に1枚切れていて2枚持ってますもんね、1枚ずつしか残ってないですね。まあ2枚ぐらいだと普通だよね。まあそうですかね、はい、山にいないこともありますし、この順目でのリーチで2枚なら比較的普通かなという印象はありますが、さあリーチを受けて瀬戸も考えている。当面の敵である腹からの親リーチどうするのか、じっくりとその押し引き考えていきます。ここはイーソー切り、チートイの方だね、はい、イーソーも決して絶対に通る範囲ではないんですが、ワンチャンス比較的安全な範囲切っていきます。ギリギリまで粘っている。そして黒木はローマンを重ねれたところ、そうですね、ちゃんとは現物、スッチーソーは1枚ずつ残っている。さあどうか、チーピン黒金も行かなきゃいけないような状況で勝負したい手だったんですが、いやでもほらやっぱりね、報酬はできないからね、致し方がないですかね。あれ数字がもっとあればさ、はい、勝負できるね。いやしかしスチーソーが今瀬戸君の手番でしょ。そうですね、9ピン短期で転廃しました。9ピン短期ね、はい、チートイスの転廃、9ピンはもう山にはいない、いないです、はい、黒木が1枚持っていて川に2枚切れています。そしてリーチに対しても切りにくい牌なので、待ち替えの可能性も結構低そうな牌ではありますけど、黒木切る範囲に困っているか。そうよね、だって暗観をして安全牌を持ってくる可能性にかけるという手はありますか。あるね、かなり考えています。観すればね、妻があと、臨シャン牌で1回あるってことだからね。そうですね、はい、ここでそうですね、白を持ってきたおかげで安全牌、もう一回の勝負ですよ、ね、そうですね。さあここで瀬戸熊ドラのパーピン、これはどっち、 G ピンのワンチャンス、お天牌を崩すという選択肢もありますか。イースを切って、ね、はい、どちらももう切れる範囲ではない、あるけど、いった9ピンワンチャンスとはいえこの順目ですからね、十分ドラマタギ、ああしてドラマタギだからね、あることあるけどね、危ない牌ですけど、ここの天牌に価値があるんだと。さあそして藤崎は発動切っていく、はい、ここでだって瀬戸君の天パってると、はい、天パってると、あね、原さんの浮きが 0.1 になるんだよね。はい、だから脳天だともうちょっと違うから、なるほど、
しかし2枚リーチした時点で2枚出しそうでしたが、ここは詰まりとなりませんでした。あら、しかし、親番を、続けて連チャンになります。でも 0.1 のプラスってことは積もりは沈むってことだから、うん、大きいよね。そうですね、うん、だ沈んでいるのとやっぱりプラスに止まるのって全然違うから、はいはい、要するに粗い次の半チャンでね、粗、はい、に1人テンパイを入れさせたくなかったという選択ですね。まあ、とりあえず補充しても、はい、ね、まあほぼ並び、はい、まあ、満貫打って、まあ、ちょい沈み自分が下になるぐらいだから、はい、前回までの、ね、リード10ポイントあるから、うん、まあ、次のハンちゃんで勝負っていうふうに考えればね、うん、そうですね、うん、サドラーローピン南4局一本場、うん、ただ今テンポったからこれでいつも勝負上がり勝負。そうですね、うん、やはりだから荒からすればもうちょっとテンパン内でよっていう感じはありますよね。いやそれはあるけどね、うん、その前にまあテンパン内でよっていう、まあ、要はいるよってことは上がりたいってことだからね、うん、それはそうですね、うん、テンパンを目指してるわけじゃないから。そうですね、うん、さあ藤崎はこの手牌黒木はドラが1枚ありますが苦しい手牌です。そして瀬戸熊、デューハが統一、そしてもうイーシャンテンですか、ポンテンの効くイーシャンテン、うん、アラの手牌にデューハがありますから、これがいずれ出ていきそう。これはあっさり決まってしまいそうか。そして藤崎もで安面で安面のピンフイーシャンテン、アラに厳しい現実が突きつけられようとしています。初が出た、これはポンテンを取るでしょう。そして老朽ピンテンパイ、何点でもつも上がりならばアラは必然的に持ち点減点を割ってしまいます。さあしかしアラもいいシャンテン、積もる積もんないはね、はい、約10ポイント漫画1つ分ぐらい差があるから、はいはい、うん、だから瀬戸君はどうしても積もりたいとこやね、うん、まあ、出てるのがあるけど、ね、はい、当然ね、はい、うん、さあ、あらパーピンを積もったところです。ここは考えます、形がもうここは3万のジャントを後手という形、どうか、あー数万今切った、はい、もうここは変えていきます。ヤムマンの固定をしていく、あーここに9ピンが来る、これは瀬戸熊の当たり、はい、初のみ1000は1300の上がり、あらはなんとか持ち点減点持った状態での終了というのは最低限。そう、ね、でもこれでも瀬戸君と42-3ポイント離れてるね、うん、うん、はい、というところでこの4回戦が終了しました。 59,600 点の大きなトップを取った瀬戸くま、そして、持ち点減点を保持したままなんとか2着に食らいついたアラ、そして、3着に黒木、4着に藤崎という並びでこの4回戦が終了いたしました。この後は最終5回戦です。